スタンダップ BTB 009回ですね。今回は、またもや前回に引き続き開封動画の方を、やっていきたいと思います。今回はこちらとこちらとこちらですね、3つ来てますんで。で、まあ1人目がテントウムシさん、はい、TENTOU64 って感じですね。で、もう1人がですね、もう1人がちょっとかっこいい字がいましたけど、もう1人がこちらですね、ノバグラップラー7773ですね。で、もう一人が、封筒を見ていただくと分かると思うんですけど、全く僕の方の宛名は書いてくれてるんですが、ご本人の宛名がなくてですね、分からないと。そしてさらになぜか届いた時にこのようなちょっと破れていて、これメール便だったんですけど、黒猫の配送業者の人、いや破れちゃってたんですけど大丈夫ですかねって言って、まあそもそも80円のメール便に保証がないんで、いや保証がついてないですよねって、あそうなんですよ、これ大丈夫じゃないって言ったらどうしてくれたんだろうっていうのがありますけどね。まあこんなこともありました。で、こうやっぱりご本人、送ってくれたご本人の宛名がないと結構誰なのか認識できないのでちょっと困りますんで、ぜひ次を送るときはですね、もしトレードなんかあって、他の方なんかにもですね、送るようなタイミングがありましたら、これまでどうなったか分かりませんが、しっかり宛名の方は書いた方がいいと思います。ではとりあえず、まず一つ目、じゃあこのテントウムシさんですね、テントウムシさんの、まあ、呼び方ってよく分かんないんですけど、テントウムシさんの方のやつから、開けていきたいと思います。テントウムシさんの開けてたんですけど、自作の袋、封筒ないみたいなので、自作の袋でこのように普通に、普通しかないかにテープを貼り合わせて、自分で自作して送ってくれました。まあ本当に封筒なんかない方はね、こういう風に、やることも全然メール便の場合は可能なんで、そういう送り方もありだと思います。中身はこっちですね、はい、じゃあちょっと出していきたいと思います。はい、こんな形で、周りはテープと、これなんでしょうね、ビニールっぽいもので、うちやっぱり水濡れ防止ですかね、がされているような形で、これちょっとどっから行ってみますか、じゃあここからザク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 とザクザクザクとで、さらに、なんかガムテープで完全に固定されたものが一枚、そして、手紙ということですね、はい、手紙は後でやりたいと思います。まずこちらの方から、これちょっと風味だとこ入っていて、中にですね、サランラップの方が分かれていて、これだけやれば水濡れは心配ありません、ね、はい、ありがとうございます。そしてさらにスリーブの中にカードが、スリーブ1枚目ですね、
で、その中にまたスリーブの中に入ったカードがあるといったような状況です。こちらがカードが1、2、3、4枚と、これがオリパですかね。じゃあオリパの方から開けさせていただきます。ターコイズビーストテーマ、ありがとうございます。ペイルムーンですね。これペイルムーンなんかオリパで送ってくれるって言ったんでありがとうございます。そしてダイナマイトジャグラー、ありがとうございます。ダイナマイトジャグラーの方が1、2、3枚ということでありがとうございます。オリパの方を、つけていただきまして、嬉しいです。ありがとうございます。そしてはい、ちょっとこれをこっちにまとめて、はい、では、こちらメインの方ですね。4枚、遊戯王のスリーブですね。 5Dsの、スリーブの方に入っております。ではザイフリートですね。将軍ザイフリートの、これ、ちょっと見えるかな。ちょっとこれ出さないと見えないかな。ザイフリートこれ SP です。はい、ありがとうございます。ザイフリート SP、 ありがとうございます。そして、こちらグラスターブレード、ありがとうございます。で、未来の騎士流、ありがとうございます。アルフレッド・アーリー、ありがとうございます。そうですね、今ずっとしばらく、こうロイパラを強化してたので、まあ、この辺で大体、揃えたいカードが揃ってきたかなっていう感じで、ロイパラシリーズは本当に嬉しいです。で、ザイフリートもですね、SP カード結構持ち手が少ないので、大事にしたいと思います。そして、ノバグラップラーも一応使っていますので、その中に入れていきたいと思います。では、ちょっと手紙の方ですね。手紙の方を、確認してから、公開しても大丈夫なようなら出したいと思います。はい、公開しても大丈夫なようなので、公開させていただきたいと思います。これはあれですね、ドラゴンボールの紙に書いてありますが、トレードありがとう、またの機会にぜひ、オリパしょぼくてすみません、今回は本当にありがとうです。仙道愛知天童市ということで、ですね、この仙道愛知というのはチャットの方でですね、仙道愛知と名乗っています。この仙道愛知くんと名乗っていますね。あ、テントウムシ、仙道愛知かっこテントウムシっていう風にチャットの方で名乗っている方です。はい、ありがとうございます。で、実は今回のこういう形でですね、おきゃねの方もトレードの方でさせていただいたので、ちゃんと、届いてますので安心してください。はい、じゃあ、天童虫さんですね、仙道愛知さん、天童虫さんの、トレードはこんな感じです。じゃあ次、ちょっと巻き巻きでいかないと3つ紹介できないな、これ。ちょっと、次の方ですね、次の方も行きたいと思います。はい、こちらの方が、ノバグラップラーさんですね。ノバグラップラー777さん、こういう形でラップに包まれて、やっぱこれ基本ですかね、大事ですかね、包まれて、ちょっと僕の送った方ですね、ラップに包まれてない方何人かいるかもしれないんですが、そこら辺はちょっとすみませんという形で、
ということで、まずじゃあこちらのこれオリッパですね。はい、オリッパの方だと思いますので、こちらささっと、はい、お天気の餌ミルクオアシスガール、はい、そして、バターリンのタブス、ドグーメカニック、この辺のトライアルでしか入ってないやつがありますね。希望の日エルモ、はい、そしてこれバトルライザー、これトライアル版のキラカーというかですかね。はい、ありがとうございます。そして、こちらがメインですね。こちらアシュラカイザーの方は、お話通り、1、2、3枚、3枚ちゃんと入っています。はい、3枚入って、名言をドライブ、こちらの方が1枚ですね、入っています。ありがとうございます。こちらの方が、ノバグラップラーさんですね。ノバグラップラーさんの、提供のカードになります。そして、これ最後なんですが、ちょっとわからないんですよね。ちょっとわからないので、もう一回確認してからやっていと思います。ではまた。ライド